皆さんこんにちは、安藤さくらです。本日はドッカンバトルダブルドッカンフェスの悟空を狙っていきます。イエーイ、めっちゃかっこいいよ。はい、スーパーサイズ3ソン悟空天使ですね。いや、天使で強いキャラが来てくれるのは嬉しいな。自身の登場時チームに自分自身の他に魔人ブー編カテゴリーの味方がいるとき、一度だけ登場人質が発動し自身のダメージ軽減率 90% アップ。まあ、ターンごとにねちょっと軽減率は減ってはしまいますが、まあ、ただ自身の他に攻撃参加中の魔人ブー編カテゴリーの味方がいるとき、自身が1番目にいると、まあ、全ての攻撃ガード、2、3番目にいると必殺技追加発セットも、なんか最初はすごい鉄壁だから一番手でね使えるキャラクターですよね。まあ、そして何よりね演出かっこいいんだよな。いいねー、これ使いたいですね。はい、そして新しく出たコテンクス入れてが、これも強い。はい、今回地獄でアルティメット孫悟飯感じですね。あ、そして最近極限が発表されました。孫悟飯もこのブーとかも極限来てくれたら嬉しいなってな感じで、持ってないキャラクターはいないので、まあ新キャラクターが出てくれたら嬉しいなと思っております。さあ、では早速参りましょう。頼むぞ。お、夫婦がいます。クリリンと18号。ちょっと前回魔人ブーの方もね120連したんですが、ちょっといつもと違うアフレコ形式になってしまって本当にすいませんでした。今回は大丈夫ですねこの動画が上がってるってことは大丈夫だと思います。ちょっとこれから消さないようにします。はい。お、おお、早速ゲット、コテンクスゲットです。いいねいいね、これは好調な出だしなんではないか。あの、ぜひ魔人ブーの方120でしてますので、まだ見てないよって方はぜひぜひ見ていただきたい。え、すごい、2体すごい。はい、ゴテンクスなんと2体ゲットです。うわー、いいね。ちょっといいかもしれない。これいくよ、これは流れがいいかもしれない。魔人ブーの方の結果も言いたいけど、まだ見てないよって方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひぜひ見てください。いや、でもこの悟空は最初 90% 軽減って数字見た時びっくりしましたよ。だからバトルロードとかね、すごい活躍してくれそうですよね。長期戦でなければね、バシバシ1番手で活躍してもらって、あと高確率回心だし、あと3、4回は必殺打ってくれそうな感じで。ん？おい。20連目。さあ次、30連目です。今回は80連かな？回してもな。どうだろう？お、スリーまで来たよ。ちょっとブーの方で運使いすぎたかな。まあ、まだ分かりません。どうだろうな。いや、魔人ブー編がかなりパワーアップしてますね今ね。
ブーはね、すごい好きな敵キャラなんで嬉しかったな。上り調子すぎる。ちょっとまだ調子に乗っちゃダメダメダメ。まだ分かんないからね。何来るの？楽しいねガシャね。これも嬉しいです。でかい地獄、そしてジャコ、わーびっくりした。はい、ということでピックアップ悟空来ました。ではあと3回、あとじゃあ計無料があって4回ですね、やっていきましょう。いやーこれ40年のうちに出てほしい。また時戻してくれたりなんてないでしょうか。わあ、ね、この前ギニューの時に初めて時戻し見られたんですよ。感動した。本当にね、原作通り、逆再生っていうんでしょうかね、なんていうか、ちょっとずつずつ戻っていくんですね。おおおおおやっとやっとやっと合体とかなく、イエーイ。こういうなんかサプライズ登場はすごい嬉しいですね。来た来た来た、すごいいっぱいピックアップ出てるよ。お、来たよ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 。あー、合体はせずね。なんかでもいい感じだよ。いやー、ドキドキする。で、そしてね、ゴールデンウィーク終わったらね、七夕ね、なっ、信じられてない。え？本物だ。本物って何って感じ。本物だよね。嘘でしょ。すごい。かわいいこの分。待って、今回引き良すぎる、運が良すぎる。え、かわいい、めちゃくちゃいいね、デザインね、最高ですね。うわー、うわ、いいな、これね、一緒に描かれてたみんなが想像できるもん。うわー、この後ろの部分がなんて言っても本当に可愛い。え、嘘、最高。はい、ゲットとなりました。ちょっと無料分までやっちゃおうかな。うん、とてもいいから。え、なんかびっくり。ベジータさんがね、いたはいたけど合体とかなかったから、まあ、うんね。え、すごい、こんにちはって感じで、こんにちはって感じで、なんかさらっとすごい出てきてくれた。いやー、もう大満足でございます。すごい、今回新キャラ全員ゲットできました。
あ、言っちゃった。言っちゃった。あの、見てください、ぜひ。すいません。言っちゃったとか言って。見てくれたかな？どうですかね。あ、かわいい。はい。じゃあ、おま。はーい。では、残す無料部いきます。いや、この無料は本当にありがたい。ね、300流石かで80連できるから本当に本当にありがたい。お、買い割れたぞ。どう？なんかすごい、今回何が出てくるかすごい分からなかったな。これは来たっていう時じゃない時にね、ポロッと、なんか信じられなかったもん。はい、ということで80連で見事新キャラクター悟空ゲットとなりました。いやー、ちょっと徳を積もう。また七夕までにちょっと日頃からいい行いをしていきたいなと思います。七夕のためにね。いや、最高です、最高です。ちょっと使うのが楽しみすぎます。すごい魔人ブー編が一気に強くなりました。いや、やった、もう嬉しい。皆さんもぜひあのガシャね引いてたりしたらどうだったか結果お待ちしてます。あのブーの方もね、たくさんコメント本当にいつもありがとうございました。楽しく見させてもらってます。いやー、嬉しい。ちょっと早く育成して楽しみたいと思います。さあ、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。